はい、こんにちは、メリープのもたきです。本日はですね、サマーシーズン最初の公式戦、ビギナーズカップシャープ2をお届けします。今ちょうどこちらですね、開会式が行われております。はい、ビギナーズカップのですね、今回シャープ2なんですけども、ビギナーズカップはですね、ワールドカップ2017と、スプリングカップ2018、こちらにですね、出場したことのないプレイヤーだけが参加できるというような大会になっています。そしてですね、今回のシャープ2、2回目のビギナーズカップはですね、初の試みなんですけども、1on1、1対1の、大会になります。ビギナーズカップなので、まだこうチームがあんまり組めてない、チームメンバー募集中というですね、人も多いので、そういう方向けに、まず1対1で大会をやってみようというような試みですね。総勢12名のプレイヤーの方に集まっていただいてます。開会式も終わって、いよいよビギナーズカップシャープ2、ワンオーバー始まります。第1試合、こちらがレッドサイド、ハトソ選手 VS 10サイド、島根選手。はい、こちらがですね、本日の、大会の予選ブロックの表になります。第1ブロック、第2ブロックに分かれていて、それぞれのブロック6名ずつですね、ブロックに振り分けられています。そのうちですね、上位2名、各ブロック上位2名が決勝トーナメントに進出するという、そういうような形になっています。さあ、ビギナーズカップシャープ2、最初の戦いは畑佐選手 VS 島根選手ですね。畑佐選手は新チームの希望の侍の選手ですね。さあ、獣侍らしく袴で臨まれてますけれども、対する島根選手はちょっと僕あんまり情報がないんですけど、新しいプレイヤーの方ですね。ちょっとどこまで練習して臨んでいるのかわからないですけども、1回戦目楽しみです。さあ、お待たせしました。お待たせいたしました。ビギナーズカップをまず、第1ブロックの第1回戦で、畑佐さん対島根選手の試合を始めたいと思います。それでは、両者ともにレイ。ビギナーズカップシャープ2初戦はチーム獣侍からですね、畑佐選手 VS 島根選手というような対決になります。島根選手はコネクト登録名なりというですね。さあ、残り10秒です。畑佐選手は登録名ハタボー、ここからはちょっとハタボー選手となり選手とちょっと呼び方をしたいと思います。それでは、第1試合始めていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは参りましょう。さあ、始まりました、
ビギナーズカップシャープに初戦、片方選手対成選手の対決です。レッドサイド、赤田選手が先ほどグループサイド、島根選手。パラメータは3241と、成選手が3331。やはり片方選手の方が球数を多く出していこうというような作戦ですね。さあ両者とも残りライフ1枚ずつ。さあ1点取ったのは畑坊選手ですが、すぐ成選手も取り返して同点ですね。1対1。さあシールドを出したのは成選手。さあお互いライフ残り1枚で、さあ点を追加点重ねたのは成選手ですね。さあ両者ともあんまり動けていないのでですね、もっとそうですね、左右と上下うまく使えるといいのかなと思うんですけども。さあ畑坊選手はですね、スケールが2なのでなかなか複数枚難しいんですけども。さあ1点リードしたのは成選手ですね。さあ取れるかラスト1枚。さあ抜けず。さあ初戦制したのは成選手ですね。まず第1回戦はブルーサイド島根選手の勝利です。おめでとうございます。さあ次の試合がレッドサイドがウリ選手、ブルーサイドが久我選手ですね。ウリ選手は先ほどの、島根選手と、お友達というか一緒に過ごしましたけども、同じく初参戦というような形ですかね。さあ一方久我選手はもうプレイヤーの皆さんにはおなじみだと思いますけれども、チームイトワズの、メンバーとでですね、本日もお子さんを連れてきていらっしゃってますね。さあ第2試合がウリ選手 VS 久我選手。さあウリ選手はまだ稼働を3試合しかやったことないという今お話がありましたね。さあ過去3回しか稼働をプレーしたことないウリ選手が久我選手相手にどこまで戦えるのか楽しみです。はい、それでは第1ブロック第1試合始めていきたいと思います。それでは参りましょう。お願いします。さあ始まります。さあ先手打っていくのは久我選手ですね。さあただウリ選手しっかりシールド張ってますね。4回目のプレーとは思えないようにしっかりとシールドを張ってきましたけど、さあここで一気に2枚抜きをして1点先取したのが久我選手。さあまだ久我選手はおっとライフ失ってなかったんですけど、いきなり打たれて、さあ1対1同点。さあ久我選手が2点目を取って、さあライフの復帰どころをしっかり狙っていきますね久我選手は。さあ4321と3331というパラメーター構成ですが、先週聞いた話によりますとね、伊藤が世代で一番波動率が高いのが久我さんらしいですからね。やはりこれは練習の賜物でしょうか。さあ大変ポイントが出てきますよ。さあ4枚抜き、クリ選手が1点返して2対5。さあ2対5、3点差。さあここでシールド展開していって逃げ切り体制でしょうかね。さあ2枚もう1枚出しますかね。さあ3枚目出して、さあ最後しっかりと逃げ切り2対7で久我選手勝利です。さて次の対決はですね、第1ブロック
第2試合、社長選手 VS 小宮山選手、ね、社長選手はチームイトバズ、小宮山選手はバックスパフターです、ね、に在籍しているプレイヤーです。マックスファクターはですね、毎回、ワールドカップですとか、スプリングカップでですね、あと一歩というところで、本戦出場を逃しているチームですので、ビギナーズカップですけれども、実力的には限りなくトップランカーに近いというようなチームですので、戦いが楽しみですね。それでは、第2試合、第2試合、始めたいと思います。お願いします。レッツサイド、社長選手、バーサス、ブルーサイド、宮田選手、それでは参りましょう。さあ早速1対1で予想やってますけれども、おっと上さん選手動きがいいですね。さあ社長選手が残りライフ1枚で逃げ回ってますね。さあ若干ちょっと画像タイムラグあるんですけども、ご了承ください。さあ現在1対1とパワーシュート、さあ1対1、さあ社長選手は残り1枚逃げ回ってますが、さあここで仕留めたバックスバスターの上さん選手、さあ早くもここでシールドを使ってやや防御気味で、さあ社長選手はさあ1点取った、2対2で並びました。さあ決めることができるか、おっと最後社長選手が半枚抜きですかね、でギリギリで1点加算して勝ちました。いい戦いですね。さて次の戦いはですね、第2ブロック第2試合ですね、石川選手 VS カブトムシ選手という戦いですね。石川選手はマックスファクターですね。カブトムシ選手は今はチーム属してるのかな、元スラム、偽スラムディーバーというチームで活躍していたプレイヤーですけれども、カブトムシ選手はかなり実は古参プレイヤーで、いろいろ練習会とかにも足運んでくださってるプレイヤーなので、実力的にはかなり強いですね。石川選手も、マックスファクターリーダーとしてですね、数々の大会経験があるので、これはかなりレベルの高い戦いが見られるんじゃないでしょうか。ちょっと今日ですね、ネットワークの関係で若干こうタイムラグというか、一気に試合が進むみたいな見え方になっちゃうのかあれですけど、ちょっとご了承ください。さあ始まります、第2ブロック第2試合、イエモン選手 VS カブトムシ選手。さあイエモン選手シールドを使ってきましたね。マックスファクターはかなりシールドを使うのがうまいチームなので、マックスファクター所属のイエモン選手もですね、かなりシールド使いはうまいんじゃないかなと思うんですけども、さあここでしっかり1点取っていった。さあそしてすかさずその合間を取ってシールドを展開して、その間にチャージという作戦でしょうか。かなり、トッププレイヤーと同じような戦い方をしっかりできてますね。さあカブトムシ選手もかなりうまいので、
さあシールドを出せなかったかな、カブトク選手。さあただそこでしっかりと前ですね、ただそこでシールド展開していきますね。相手がダウンしている間にしっかりシールドを展開すると、さあうまい。さあその隙にしっかりシールド、さあセオリー通りの戦い方ですね。さあただイエモン選手ここで残り1枚ライフ、ただ、さあ返り討ちになってしまう。さあ1対4、あうまいですね。さあパラメータ的には両者 3-3-3-1 だったんですが、あうまい、しっかりと安定した戦い方を見せたカブトミ選手は1対4で勝利してます。動きこそね激しくはなかったですけど、ちょっとイエモン選手に聞いてみましょうか。どうですか初戦てて。初戦ちょっとそうですね、なんか思ったよりうまくいかなくて悔しい試合だったんですけど、まだあと4試合残ってるんで、はい、連勝して決勝に行きたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちょっとカブトムシさん、こっちももらっていいですか。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、強いですね。そうですか、はい、まあ一応さすが昨日もスパルティ起きてと練習したんで、さすがそれと体調子が良かったみたいな、はい、やっぱちゃんとこうなんかね、セオリー通りというか、そうですか、ダウンした時にしっかりバリア張って、そうですね、まあバージョンアップして、まあ1でも、まあ、バリアが使えるってことになったんで、まあ、ちゃんと使っていこうというふうには心がけています、ね、はい、お話の中でした。次も期待します。はい、ありがとうございました。さて次の戦いはですね、第1ブロックの第3試合ですね。澤野選手 VS 北村選手ですね。澤野選手はチームいとわず、北村選手はですねマックスファクターですね。両者ともしっかりと、チームで日々練習を積んでいるプレイヤーです。この試合もかなりレベルの高い試合が見られるんじゃないでしょうか。はい、終了。さあ北村選手の方は、コネクト登録名翔吾ですね、翔吾選手と、お呼びしようと思います。さあ糸和より澤野選手対バクターより翔吾選手、さあ始まりました。さあ両者お互い引いて引き気味の対決ですね。チャージをチャージから入っていますが、さあ澤野選手が 3-3-3-1、 翔吾選手が 3-3-1-3 とかなりシールドに割り振ってますね。その分チャージが少ないんですけども、さあ澤野選手はまずしっかりとシールドをやっぱ破壊しないと難しいですね。さあ翔吾選手としてはシールドを展開できているうちにこれ点取らないと後半かなり厳しくなってくるかと思いますが、さあシールド割られたタイミングで、さあ割られてしまいました。さあ1点取られてしまいました。翔吾選手、さあ翔吾選手これ最後のシールドですかね。さあこのシールド展開しているうちにできれば逆転まで行きたいところですけれども、やはり球数がない分なかなか、さあ1点取った。さあこのうちにもう1点ぐらい取っておきたいところですね。さあここで割られていますが、さあ翔吾選手残りはライフ1枚ですかね。さあおっと割られてしまった。さあこの2対1で澤野選手が勝利です。さあ次の試合の準備が整いつつありますね。次は第2ブロックの
第3試合ですね、高橋選手 VS 俊選手。あ、高橋選手、こうちゃん選手ですね、まあ、チーム花より酒、もう最近めきめきと力をつけているチームですね、はい、花より酒よりこうちゃん選手は本日出場いただいてます。さあ対する俊選手も、それでは試合を始めたいと思います。と和心でプレーしていたことがあるというような話を聞いたんですけど、さあどれだけの実力なのか楽しみです。さあ始まりました。さあ俊選手、俊一選手ですね、シールドをまず展開していく流れですが、こうちゃん選手が3331、俊一選手が4321と、やや俊一選手の方が攻撃力が高いような形ですね。さあ1点を取ったのは俊一選手、さあ一気に4枚抜きか、2点選手うまいですね。俊一選手かなり相手のダウンをしっかりと狙えてますね。3対0、ちょっとこれは想像していない展開ですが、さあこうちゃん選手がちょっとあれですかね、デバイスうまく球が出せてないですかね、チャージができてないのかな。さあちょっとこうちゃん選手が球出せてないですね。ちょっとうまくデバイスが出せてないようですね。第1ブロックの第4試合、片田選手対神山選手ですね。さあ両選手とも第1試合は、負けてしまっているので、初勝利目指してどちらが勝つかというような試合ですね。さあ畑坊選手対神山選手、エントリー完了しました。さあ畑坊選手対神山選手、さあ最後に参りましょう。さあ レッドサイド、さあ神山選手がジャンプしながらシールド展開、畑坊選手もシールド展開しまして、さあ3331と3421というパラメータですが、さあ一気に今先取ったのは畑坊選手ですね。さあ4枚抜き、さあ神山選手が1点返して1対1同点ですね。さあそこでただ片棒選手が最後の1枚を止めて2対1。さあ神山選手ついていくことができるか。さあ片棒選手はしっかりシールドを展開していますが、さあ神山選手残り1枚、さあここで仕留めた、2対2同点。さあまだまだ神山選手ライフ4枚残った状態で、さあ4枚抜き、神山選手が1点リード2対3。さあ畑坊選手、さあただもう一度4枚抜きされてしまいますね。さすが神山選手はかなりスケールに振ってるんで、4枚抜きの率が上がってますね。さあ1点返しますが、さあここまでか、3対5、勝利したのは神山選手ですね。さあかなりスケール4に振っていったのが効いてる感じはありますね。さて次の試合はですね、第2ブロック、第4試合ですね、ウリ選手バーサスカブトミス選手、
ウリ選手は先ほどですね、久我選手に、2対7で敗れてますね。対するカブトムシ選手は先ほど、マックスファクターのリエモン選手に対4で勝利して、かなり調子上げて、この試合に臨むようなところですかね。さあ握手を交わして、まもなく試合が始まります。はい、それでは試合の方を始めたいと思います。お願いします。さあ始まります。ウリ選手 VS カブトミ選手。さあいきなり手打っていくのはカブトミ選手ですね。さあライフを1枚削りました。さあ両者ともパラメータは3331ですね。さあじわじわとライフを削っていって、さあここで KO を1点先取したのはカブトミ選手。さあしっかりとシールドを展開していますが、ちょっとこの試合もウリ選手の方のデバイスがちょっと球出ないですかね。出てますね、大丈夫ですかね。さあ0対4。さあ着実にカブトミ選手が当てていきますね。さあ4枚抜き。さて次の戦いはですね、第1ブロック第5試合ですね。翔吾選手、バーサス成選手。さあ翔吾選手は、マックスファクターね、所属のプレイヤーです。さあ一方成選手は、まだチーム所属はされてないと思うんですけどね、初戦で畑佐選手を破っているので、翔吾選手相手にどういう戦いができるか楽しみです。さあ始まりました、翔吾選手 VS 成選手。さあしっかりチャージをして、さあ翔吾選手は3313ですね。先ほどもそうだったかなと思うんですけども、さあシールドをあちら間に1点取っていきますね。さあシールドかなり厚いね、厚いので成選手しっかりと、まずは壊していきたい。さあいいですね、ちゃんと壊れるタイミングを測って冷静にシールドを展開していきますが、これ最後のシールドですかね。さあ点差を広げることができるのか翔吾選手。さあ成選手としては後半残り30秒のところでですね、もうシールド展開されないと思うので、なんで出た。さあここで追いついていきたいところですが、帰りましたよ。さあうまいですね、しっかりと勝負選手狙い定めて点を取っていきます。さあ落ち着いてますね翔吾選手。さあしっかりとシールドなくなっても避けて、さあ完封ですね、3対0で翔吾選手勝利です。
すみません、大丈夫ですか。普段マックスファクターでやってます、翔吾と言います。まあ、さっき1戦負けちゃったんですけど、2戦目無事に勝てて、あと全勝して優勝目指します。はい、なんかあれですね、他のプレイヤーと全然違いますね、パラメータ振りが。そうですね、あの形で結構練習を重ねてきているので、まあ、あれで最後まで通用する限り行こうかなと思ってます。はい、ありがとうございます。さあ、ここでちょっと、対戦表を見てみましょうか。今第1ブロックの方が今の勝利で翔吾選手が今1位になってますね。続いて2位が神山選手ですね。さあ第2ブロックの方が1位が2勝しているカブトムシ選手、2位が、まだ1試合ですけども1勝したシュン選手ですね。さあまだまだ全員にチャンスがあるような勝敗ですので、ぜひ頑張っていただきたいです。さあ次は第2ブロックの、第5試合ですね。シュン選手 VS 菅選手。さあシュン選手は現在はまだ多分チームに属してないとは思うんですけども、非常に第1試合見た感じ、まあ、しっかりと波動のことを理解しているなというような戦いっぷりだったので、久我選手相手にどういう戦いを見せてくれるのか楽しみですが、はい、では試合の方を開始したいと思います。お願いします。さあ、俊一選手 VS 久我選手ですね。さあ、俊一選手がまずシールドを展開していきますが、さあ、4枚抜きされてしまいましたかね。さあ、俊一選手は4321、久我選手は3331というような形ですが、さあ、両者ともかなりしっかりと動いてますね。足を使ってやってます。さあ、久我選手が2点目。さあ、かなり攻撃が激しいですね。さあ、シールドを出してますが、すぐ割られてしまう。さあ、久我選手すごいですね。球数が多いですね。3331、チャージ3なんですけど、チャージ3とは思えないぐらいの球数出してきてますね。さあ、うまいシールドの使い方もしっかりタイミング見計らって出してますが、さあ、俊一選手まだまだ一気にですね、1点重ねることもできるので、さあ、まずは1点追いつきたいところですが、さあ、逆に点取られてしまう、1対4。さあ、このまま1対4で久我選手勝利です。いや、強いですね、久我選手。おめでとうございます。さあ、次はですね、第1ブロックの第6試合なんですけども、なんとチーム厭わず同士の対決ですね。社長選手対沢野選手。さあ、こちらコメントもできましたね。はい、では、それではレッドサイドが社長選手で、ブルーサイドが沢野選手。はい、やりきったあ、相手が社長だとやりづらいですね。かなり沢野選手はやりづらい戦いだと思うんですけども、それでは試合を始めていきたいと思います。お願いします。それでは参りましょう。さあ、伊藤津内の戦いです。社長選手 VS 沢野選手。さあ、レッドサイド社長選手のさあ、おっといきなり4枚抜きですかね。社長選手が1点選手です。さあ、3331同士。
まあ、お互いの戦い方はなんとなく理解できてると思うんですけども、相手の動きの癖を読んで先読みして、球を打つことができるか。さあ1点取りましたね。1対1同点。さあしっかりサウンド選手避けてますね。さあなかなかシールドを出そうとしているところだと思うんですけど、そこを打たれてしまいましたね。車上選手が2点目獲得して2対1です。さあ車上選手残りライフ1枚。さあ当てることができるか。さあここで当てて同点2対2。さあなかなかここからサム選手球が、はい、1点リードしたのはサウズ選手。さあこのまま終わるか。さあここで勝利。サウズ選手が社長を撃破しました。なんと社長を着てまして、サウズ選手の勝利です。おめでとう。危ねえ。社長を撃破したお気持ち。いや本当今日正直結婚記念日で嫁の誕生日で、嫁若干熱出てるんで、社長ぐらい倒さないとそういう折り合いがつかないんで、そうですね、はい、賞金でなんかいい肉を買って帰ろうと思います。そうですね、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、続きましては第2ブロックの第6試合、イエモン選手対コウちゃん選手。イエモン選手はマックスファクターですね。コウちゃん選手は花より酒。さあ始まります。イエモン選手 VS コウちゃん選手。さあイエモン選手は低い位置からシールドを展開しようという流れですかね。さあシールド展開しました。さあシールドのパラメーターは2ですね。さあ3322、コウちゃん選手が3421というような流れですが、さあイエモン選手が2点トントンと重ねてきますが、さあいいですね、しっかり前の方に貼って自分が攻撃しやすいところにシールドを貼っていってますね。さあ点差広げて3対0。さあコウちゃん選手はシールド壊していきたいですが、さあうまいですね、イエモン選手落ち着いてる。さあやはりチャージがコウちゃん選手2だとなかなかシールドを壊すので精一杯というような形ですかね。さあイエモン選手はかなり前に陣取って打ってるので、しっかりと当てることができてますね。じゃあ5対0、まだ可能性はある。さあ6対0。ああいいですね、ゲームの選手の低い位置。さあ強い6対0、ゲームの選手が勝利してます。強かった、6対0で1対0、石川選手の勝利です。おめでとうございます。次の試合はですね、第1ブロック、第7試合で、畑佐選手 VS 北村選手。あ、畑坊選手 VS 翔吾選手ですね。さあいいですね、畑坊選手獣侍というだけあってしっかり尻尾生えてますねこの子にも大人気。さあ両者エントリー完了しているようです。それでは試合の方に行きましょう。お願いします。さあ畑坊選手 VS 翔吾選手。さあ始まりました。さあ先制していくのは畑坊選手ですね。しかし強くなっているのこれは。
さあ、3331、翔吾選手は、今までと同じ3313と、シールドにかなり振ったちょっと珍しいパラメータ振りですが、先ほどはそれで見事勝利しておりますね。さあシールドを展開しているうちにリードを広げていきたいところが、翔吾選手。さあ1点取りました。さあシールド展開する間に何点ぐらい取ることができるんでしょうかね。さあここで割られる。さあ割られ際がかなり翔吾選手注意が必要ですが、さあギリギリマーカーにしてギリギリのところへの攻防ですが、さあ出た出たシールド取りだ、シールド取りだよ。さあシールド展開しつつ足でも翻弄するというような翔吾選手の戦い方ですけど、さあ点差がまだ1点差なので、長谷選手1点取れるか。さあまだまだ1点取っていける。さあ割った。さあ残り1点取れるか。さあ逃げ切れるか翔吾選手。さあ逃げ切った。さあかなりギリギリの戦いでしたけど、翔吾選手見事シールドをうまく使って逃げ切りましたね。いや、旗坊選手はちょっと悔しいと思いますが、あと1枚抜けなかったところですね。さあ、エン君。はい。先ほどこちらではビギナーズカップ第2回目を行っております。サマーカップ第2回目ですね。今日はワンオンワン大会です。ぜひこれを見ているとこの前のあなたアクルもビギナーズカップ出場を待ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ皆さん、ビギナーズカップまだまだね、今後いっぱい予定してて、まだ出れる大会もいっぱいあるんで、ぜひエントリーしてもらえればなと思います。はい、それでは両者ともにレイお願いします。はい、さあ次の試合は第2ブロック第7試合、ウリ選手対シュウ選手。チーム内対決、チーム内。さあそれでは試合の方始めましょう。お願いします。さあウリ選手 VS シュウ選手。シュウ選手の試合、さあ始まりました。さあウリ選手はシールド展開して、いきますね。さあ両者とも3331というステータスですが、さあしっかりと削っていって1点取ったのはシュウ選手。さあしっかりその隙にシールドを張ってチャージのチャージをしっかりするという形で、いいですね。しっかりセオリー通りの戦い方をできてますね。さあウリ選手ここからちょっと攻撃に転じていきたいですが、ちょっと逆にやられてしまったか。さあ0対3で今は俊一選手が3点差でリードしております。さあおっとウリ選手ここ靴脱げてしまいましたね。これはまずいですよ。さあ両足脱げた。さあここでグリップが効かない状態で、おっとさあこれはウリ選手厳しいか。かなり足元をおぼつかないですが、さあこのままさあ点数広げられて1対6で俊一選手が勝利です。さあウリ選手やっぱり、ね、これ靴ひもしっかり結ばないとですね、脱げるんですよ。ウリ選手一言。いやそうですね、ちょっと靴が脱げた時の戦い方をちょっと研究するために。靴紐を結び方しっかり。そうですね、靴紐ない、ことのほか脱げるってことを今日経験したんで、また次に生かしたいと思いますけどね。はい、はい、頑張ります。はい、さあ次は第1ブロックの、第8試合、糸和田より澤野選手、マックスファクターより神山選手。はい、それでは両者ともにお願いします。
両者高身長同士の対決ですね。沢野選手は、現在2勝中ですね。亀尾選手は、1勝1敗ということで、さあここで沢野選手に実況をつけることができるのか。さあ沢野選手対神さん選手、さあいいですね、神さん選手先ほどと同じようにジャンプしながらシールド。さあ3-3-3-1、神さん選手は3-4-2-1。さあ先ほど神さん選手はスケール4に振っていることでかなり4枚抜きが多かったので、さあ今回も数枚一気に抜くことができるでしょうか。さあただ沢野選手しっかり動ける選手なんでね、なかなか4枚抜き難しいと思いますが、さあ逆に沢野選手が点リード。さあうまいですね、前の出方もうまいですね。さあ3枚抜き、そしてシュートを外して、さあちょっと画面上がラグが発生しますが、さあ3点リードしているのは沢野選手。さあ亀さん選手1点取ることができるか。さあうまいですね、いいタイミングでシールド。さあこのまま逃げ切るつもりだ。さあ1点取れることができるか。さあここで終了、3対0で沢野選手見事3連勝ですね。さあここで対戦勝をちょっともう一度見てみましょうか。現在第1ブロックはただいまの試合を終えて、3勝0敗の沢野選手が1位、そして、翔吾選手が2勝1敗で2位という展開です。さあ一方第2ブロックの方が現在1位が、試合数の差があるんですけども、現在俊選手がですね2勝1敗で1位、2位が、これから試合を行いますカブトメ選手が、2勝0敗で2位という形ですね。次の戦いカブトメ選手勝利すると3勝ですので、1位になるかなと思います。さあ今大会カブトメ選手はかなり調子が良くてですね、マックスファクターのイエモン選手相手に1対4、あとウリ選手相手に0対6とかなり点差をつけての勝利が多いんで、あ今回ちょっとなかなか調子うまくちょっとですねデバイスの不調もあるのかもしれないですけど、コーチャー選手がまだあんまり自分の戦いできてないのでね、ここでいい試合見せてほしいなと思います。お願いします。さあ花より酒よりコーチャー選手バッタスのカブトミ選手、さあ始まります。さあカブトミ選手が先手を打っていきますが、さあ削っていっているのはカブトミ選手ですね。さあ残り1枚落とすことができるか。さあコーチャー選手は逃げ回りたい。ああいいですね、コーチャー選手もしっかり。さあここで1点先取したのはコーチャー選手。あーかなり今回はコーチャー選手自分の戦い方しっかりできているようですね。さあしっかり動きながらちゃんと当てることができて、さあただちょっとシールド張りたいけれどもなかなか張れてないかな。さあただ攻撃に転じて2対0。さあこれはちょっと面白い勝負になってきましたね。カブトミ選手ここから巻き返せるか。さあなかなか最後の1枚がカブトミ選手打てないです、狙えないですけどもね。さあコーチャー選手が素早く避けてます。さあなかなかとどめさせない。さあここでようやく1点取りましたが、さあここから追いつくことができるか。さあコーチャー選手ちょっと守り入ってもいいんじゃないかなっていうことですか。抜
抜かれてしまった。さあ、うわっと、ちょっと最後油断が出たか。アブトム選手執念の最後のラスト4枚抜き決めましたね。3対2でアブトム選手勝利です。さあ次の対決はですね、第1ブロックの第9試合、社長選手対島根選手ですね。さあ両者とも1勝1敗同士ですかね。さあ決勝トーナメント進出にはそろそろ負けられなくなってくるという後半戦ですけれども、さあ始まります。社長選手バーサス島根選手、成選手ですね。さあ両者とも3-3-3-1が、さあ成選手しっかりと連続で打って1点先取しましたね。さあ成選手はしっかりと相手の動き先読みして打つのがなかなか、うまいですね。さあ残り1枚のライフ逃げ切っていきたいところですが、さあ社長選手としてはこの残り1枚いかに当てられるか。さあ逆にやられてしまった、0対2。さあ社長選手としては、さあ一発1点返しました。さあまとまって打っていきたいところ。さああまりちょっと成選手が足が使えてないので、社長選手としてはしっかり当てていきたいところ。さあ2対2追いついて、さあ次の1点どちらに入るのか。さあちょっとラグが起きてますか。さあここで1点入った、3対2。さあ成選手返せるか。さあ返せるか。さあこのまま終了。さあ僅差で3対2社長選手が勝利です。成選手もまだまだ稼働の回数多くないと思うんですけども、しっかりといい戦いしてくれましたね。さあ続きまして第2ブロックの第9試合ですね、イエモン選手 VS 久我選手。イエモン選手が1勝1敗、久我選手が2勝という対決ですね。決勝トーナメント進出に向けて、イエモン選手としては久我選手に土をつけておきたいところですが、さあどういう試合になるでしょうか。お父さん試合するよ、お父さん試合するよ。久我選手はね、いつも通りお子さんが来てるんですけども、一回も声援を送られてないという状況ですけれども、ただそれでも今2勝してますからね、調子はいいんじゃないでしょうか。はい、終了です。さあ、イエモン選手もエントリーが完了しました。さあ、イエモンバーサス、イエモン選手バーサス久我選手。さあ、両者ともシールドを貼っていきますね。さあ、シールドのパラメータはイエモン選手は2ですね。3-3-2-2と3-3-3-1という戦いですが、さあ、久我選手は2枚目のシールドを早速もう出していますが、さあ、イエモン選手も2枚目展開して、さあ、序盤でこのシールドの対決でどちらが1点先取するのか。さあここで早くも3枚目イエモン選手を出していきましたね。このままシールドがなくなったとなると、攻撃力的には久我選手が上回るが、さあ両者譲らず KO ですね。さあ単純な攻撃力だと久我選手が有利ですが、
さあ山本選手、あーちょっと低い位置から起き上がるところを狙われたのか。さあすぐ返す、2対2。さあ山本選手足で稼げるか、おっと返すね、これ4枚抜き。さあこの1点は大きい。さあうまい。さあちょっと久我選手足が止まってしまったか。さあ返せるか。さあここで終了。さあ後半の家門選手の4枚抜きがつきましたね。ちょっと久我選手足止まっちゃったかな。ちょっともったいない試合でしたね。さあこれでちょっと決勝トーナメント争いが分からなくなってきましたね。第10試合レッツサイド高田選手 VS ブルーサイド澤野選手。さあちょっと対戦手法をもう一度見てみましょうか。さあ第1ブロックが現在澤野選手が3勝して1位、2位が北村翔吾選手が2勝1敗で後を追うような形ですかね。ただ社長選手もまだ2勝1敗ですのでまだまだチャンスがありますね。他の選手もまだまだ他、上位に勝つことができればまだまだチャンスありそうですね。第2ブロックの方が現在1位が3勝のカブトムシ選手、2位が2勝1敗の、シュン選手ですね。ただ久我選手もまだまだ2勝1敗、イエモン選手も先ほど勝利して2勝1敗と、勝ち点としては並ぶ選手が多いですね。まだまだ本当まだ分からないですね。さあ続きまして第1ブロックの第10試合、片佐選手、片坊選手ですね、バーサス川野選手。さあ片坊選手はまだ今大会勝ち星上げられてないですが、全勝の川野選手相手に1勝をもぎ取ることができるのか。さあここで畑佐選手がもし、勝利するとかなり混戦になってきますね。第1ブロックの方は。さあ両者準備ができたようです。さあ両者の準備、それでは試合の方開始いたしましょう。お願いします。さあ畑坊選手 VS 澤野選手、さあ畑坊選手は2341、サウン選手は3331、やや手数が多いのが畑坊選手ですね。さあただ深井とサウン選手うまいですね。先読みしてしっかりと球を置いていってリード広げて、ここで3対0ですね。さあちょっと畑坊選手は足がちょっと足が止まりつつあって、かつ横移動という単純な動きなので澤野選手からすると、まあ、先にこう球を置きやすい動き方をしてしまいましたね。さあ、差が広がってしまう。さあ澤野選手落ち着いてますね。しっかりエイムもできてますし強いですね。さあ畑坊選手としてはちょっと動きにちょっと動きを変えていきたいところですけども、さあこのまま8対0で畑坊選手が勝利です。やっぱり 1-on-1 だと、かなり読まれにくい動きをしないといけないんですけどもね、まあ、上下左右前後っていうところで、不規則な動きをして相手に読まれないようにするというのが大切になってきますね。さあ次は第2ブロック第10試合、ウリ選手 VS コウちゃん選手ですね。
さあ両者とも 今大会はまだ、1勝もできてない形ですね。なかなかこうちゃん選手が、自分のプレーをできてない状況がありますけど、先ほどもねギリギリのところで逆転負けしてしまったので、さあ頑張ってほしいと思いますが、さあウリ選手 VS コーチャン選手、さあスタートです。さあ1点取ったのはコーチャン選手、さあウリ選手が 3-4-2-1、 コーチャン選手は 3-3-3-1 というパラメータです。さあウリ選手はスケール4なのでかなり一発逆転も、あり得るパラメーターですね。さあここでリマインド強して点取ったがすぐコーチャン選手も取り返す1対2。さあいいですね、コーチャン選手はしっかり点取った後シールドを貼ってチャージをするという形。さあそのチャージを生かして連続得点ですね、4対1。さあウリ選手もさあおっとここでちょっとラグがありましたが KO し合った形ですかね、2対5。さあコーチャー選手最後のシールド、さあ点重ねていきますね、最後の最後までしっかりと点を重ねて、さあ2対7で終了です。さあコーチャー選手今の戦いはしっかりと、自分の戦いできたんじゃないでしょうか。さあ次の試合が第1ブロック、第11試合社長選手 VS 翔吾選手ですね。そろそろ決勝トーナメントを見据えての、戦いになってくるかなと思いますね。こちら両者とも2勝1敗という形ですので、そろそろ負けると決勝トーナメント進出争いに厳しくなってくるという後半戦ですね。さあごめんなさい、失礼しました。ちょっとこちらからの、試合途中からなんですけども、社長選手対翔吾選手の戦いをお送りしております。さあ先手権取っているのは社長選手、さあですが残りライフ1枚。さあ翔吾選手ちょっと翔吾選手がパラメータ変えてきますね、3-3-2-2。さあ翔吾選手は社長選手残り1枚の羽根落とすことができるか。さあここで KO、 さあ2対1。さああと1点追いつくことができるのか翔吾選手。さあここで打てるか。さあこのまま終了、2対1で社長選手の勝利です。さて次も注目の対決ですね、第2ブロック11試合、イエモン選手対シュン選手、イエロー対決ですね。さあ両者とも、2勝1敗という形なので決勝トーナメント進出争いを勝ち抜くためにはこれ負けられない一戦ですね。さあ間もなく始まります、イエモン選手対俊一選手。さあ2勝1敗同士の戦いですが、
さあどちらが勝利するのか。さあスタートです。さあ両者シールドを貼っていく。さあシールドの値は、さあ先ほどと同じようにイエボン選手は3322ですね。シュイン選手は3331。さあイエボン選手は両角をうまく使いながら戦おうというところですが、さあイエモン選手のシールドは2なので、やや分厚めのシールドですが、さあまだ点は入っていない。さあおっとここでクリーンヒット KO ですね。さあイエモン選手は最後のシールドですね。さあ俊一選手としては、さあそのシールドを壊して残りで点差を詰めて追い抜きたい。さあ取ることができるか。さあ取れるか。さあ取れない。逃げ切ったのはイエモン選手。ちょっと最後俊一選手焦りましたかね。さあ次の対決はですね、第1ブロック第12試合、神山選手対島根選手ですね。はい、30秒間の計測スタートします。さあ神山選手、登録名神さんですね。神さん選手はしっかりと両膝にサポーターをしてますね。かなり波動にはそういったサポーターも非常に重要です。さあ神さん選手 VS 成選手、スタートです。さあおっといきなり4枚抜きされてしまったのは神さん選手。成選手いいですね。さあ神さん選手が2431、成選手が3331という中で、さあ成選手がスチールを発揮して一発壊す。さあ神さん選手は、スケール大きいですけどスピードが2なので、しっかり動く相手にはなかなか通用しづらいパラメータですが、さあいいですね。成選手もしっかりとシールド、使いこなしてきますね。さあなかなか上選手としてはクリーンヒットできないか。さあ点差広げられてしまう。さあ点差は、さあここで点差が決まりました。さあ1点返す。さあここで終了、1対4で成選手の勝利です。さあ次の試合もこれはかなり楽しみな試合ですね。第2ブロックの第12試合ですね、カブトムシ選手対久我選手。カブトムシ選手は現在3勝0敗、久我選手が2勝1敗という決勝トーナメント進出には、久我選手にとってはちょっと負けられない戦いになりますね。さあ今大会カブトムシ選手は非常に好調ですね。もともと本当に練習たくさんしているプレイヤーですし、経験も豊富なんで、まあ、今大会の優勝候補筆頭かなと思ってたんですけども、やはりその実力通り今のところ、勝ち上がってきてますね。さあ久我選手はそのカブトムシ選手の勢いを止めることができるのか。
さあ始まります。カブトミス選手 VS 岩田選手。さあいいですね、両者とも動きがしっかり動けてますね。さあただ動き的に両者ちょっとワンパターンといいますか動きなので、しっかり読んで球を放てば、しっかり狙えるんじゃないかなと思いますね。さあ取ったのはカブトミ選手。さあしっかりとシールドを張ってチャージをしていく。さあうまいですね。さあ逃げ切っている。さあ久我選手はなんとか残り1枚の羽を仕留めたい。さあなかなかカブトミ選手素早いですね。なかなか最後の1枚抜けない。さあ逆に、さあ返したが、さあ残り5秒で、さあカブトミ選手はここで逃げ切るか、さあ久我選手一瞬切るか。さあここで終了2対1。いやーカブトミ選手の残り1枚の逃げがすごいですね。あそこまで当てられないかというぐらい逃げ切りましたね。久我選手も非常に惜しかったですね。なかなか仕留められなかった。さてここでちょっと対戦表を見てみましょう。全員残りあと1試合というところなんですが、第1ブロックの方が現在1位は全勝中ですね、澤野選手。2位が、同じくチーム糸和社長選手ですね、3勝1敗ですね。はい、第2ブロックの方が現在1位が、先ほどの試合勝利しておりますカブトムシ選手が4勝0敗、ついで2位に入っているのが、石川選手、伊右衛門選手ですねが3勝1敗という形ですね。さあただ最終試合の結果次第ではまだまだわからないので、どういった結果になるのか最終試合見てみましょう。さあまずはですね、第1ブロックの、第13試合、畑田選手対 社長選手ですね。畑田選手は、まだ勝利ができていないですが、社長選手は現在2位につけてましたね。3勝1敗かな、はい。さあこれで、畑田選手が勝利すると非常に2位争い混戦してくる第1ブロックになりますね。はい、終了です。それでは試合の開始いたしましょう。お願いします。さあ始まります。片棒選手 VS 社長選手、参りましょう。さあ先手打っていった社長選手が一気に削って、さあ KO。 さあ若干ですね、これやっぱ畑棒選手はサビ履いてるせいかちょっとグリップ力がないですね。なんでちょっと動きに制裁を欠いちゃってるような感じはありますが、さあ着実に社長選手はしっかり狙って仕留めていきますね。さあ畑棒選手もしっかりと点取っていってほしいところです。
さあ両者とも3-3-3-1というパラメーターですね。さあ田坊選手、さあ追い上げて1点取ってほしいところですが、さあ点差から重ねて3-0。さあ畑坊選手、点取ることができるか。さあちょっと球が出せてないかな。さあちょっと手がね下がっちゃうとチャージがうまくできないかもしれないですけど、さあここで4-0で社長選手の勝利です。さあ次はですね、第2ブロックの第13試合、ウリ選手対イエモン選手ですね。さあ、ウリ選手は現在まだ、勝ち星がないということですね。石川選手、イエモン選手は3勝1敗ですね。現在2位につけてます。イエモン選手としてはもうこれ以上落とせないという戦いですけれども、ウリ選手相手にどういう戦いすることができるんでしょうか。イエモン選手もすごく、いい試合してるんでね、そろそろ決勝トーナメントに向けて、より調子を上げていきたいというところでしょうか。ウリ選手対イエモン選手、さあ両者シールド貼っていきます。さあまずはしっかりとシールドを壊していきますか。イエモン選手はシールド厚いですね。3-2-3-2-3というパラメータですね。これもちょっと珍しいですね。さあ2枚目シールド貼って、さあその隙にしっかりとイエモン選手は点を取っていきたいところですが、さあ1点。あ、やはりスピード2だとね、なかなか点取れないかなとは思うんですけども、なかなかあんまりちょっと足が使えない相手に対しては、まあ、スピード2でもちゃんと当てられるというところなんでしょうか。さあ落ち着いてますね、山本選手。さあウリ選手挽回できるか。さあここからね、なかなか山本選手は位置が低いんでね、なかなかあんまり波動を慣れてないプレイヤーにとっては低い位置狙いづらいので、ウリ選手にしっかり当てることができるのか。さあイエモン選手ちょっと気は抜かないで置いた方がいいですね。さあ最後足を使って距離を取って、さあ1点重ねて、さあ盤石の体勢ですね。4-1イエモン選手勝利です。さあちょっと対戦表を見てみましょうか。第1ブロックの方はですね、これはもう、1位と2位が決まってしまいましたかね。サード選手まだ第1試合あと1試合残してるんですけども、すでに4勝、社長選手も4勝1敗、3位の選手が2勝2敗ということなんですね。第1ブロックの方は1位2位が決定してしまってますかね。ただ1位2位の順位はちょっとわからないので、これから行われる試合次第という形ですかね。さあ次の対決が、その現在4勝0敗の澤野選手と、島根選手という対決ですね。はい、終了でーす。 OK。 はい、それでは試合の方行きましょう。お願いします。さあ澤野選手 VS 成選手。さあ澤野選手は全勝で決勝トーナメントに行くことができるのか。さあ成選手はそれを止めるのか。さあ最初にヒットを奪ったのは成選手。さあ成選手もね、まだまだ稼働始めたばっかなんですけど、動きがすごくいいし、なんかクレバーな戦い方してるなと思うので、結構いい試合するんじゃないかなと思ってるんですけども。さあ残りがライフ1枚ずつ。さあとどめを刺せるのはどちらだ。
さあここで澤野選手が最後の1枚を沈めて1対0。さあ成選手もまだまだいけると思うんですけども、あここで2対0ですね。パラメータは3331、両者3331です。さあここで1点返した成選手、さあ立ち上がり進めていきたいところですが、さあまだ分かんないですね。さあ前に出る、さあここで点差広げるのはサード選手。さあ落ち着いてますね。さあ成選手も足止めないでほしいですね。さあ1点返して、はい、さあいい試合でしたが、やっぱ細かいところでサード選手が一枚上手だったというところですかね。さあ見事全勝で第1ブロック1位通過ですね、サード選手。さあ第2ブロックの方も、対戦表を見てみましょうか。こちらも、もう1位と2位が確定ですね。まあ、まだ1位と2位どちらが1位通過するかはまだ分からないですが、決勝トーナメント勝ち抜けの2名は決まっているという形ですね。で次の試合がですね、高橋選手、こうちゃん選手ですね、 VS 久我選手という形ですが、どちらも非常に強いプレイヤーなので、対戦が非常に楽しみですね。はい、参りましょう。ハロー、さあ始まります。おうちゃん VS 久我選手。さあ久我選手が残り1枚というところまでライフ削ることに成功しますが、さあここで1枚落とした1点先取したのは久我選手。さあこうちゃん選手、さあ最後の1枚打たれて第2ですね。さあ挽回していきたい。さあ1点返す。さあその隙にシールドを展開してチャージ。さあ相手の残り1枚落とすことができるか、コージャン選手。さあ久我選手も着実に1枚1枚削っていきますね。さあシールドを展開して、さあしっかりチャージ。さあうまい、おっとシールド間一発間に合わず1点返しますが、さあ久我選手は残り2枚のシールドを出して逃げ切り体制か。さあ追いつくことができるか。さあこの隙に壊して最後は打ちたい。あっと、ただ追い打ち攻撃をされて2対4で久我選手勝利です。さあ第1ブロックの、最終戦ですね。北村翔吾選手 VS 神山選手、両者ともマックスファクターというチームのプレイヤーですね。同じチーム同士の対決となります。現在ですね、翔吾選手が2勝2敗、神山選手が1勝3敗というところですが、同じチーム同士負けられないという強い思いはあると思うんで、かなり熱戦が期待できるんですけども、ここまでね、翔吾選手がなかなかパラメーター面白いパラメーター振りしてきてるんで、最終戦どういうチームメイト相手にどういう戦い方してくるのか楽しみですね。さあ第1ブロック、最終戦まもなく始まります。マックスファクター同士の対決ですね。翔吾選手 VS 神さん選手。それでは試合を始めたいと思いますが、お願いします。さあ始まります。それでは行きましょう。
さあ、翔吾選手は低い姿勢で相手の球を避けてきました。さあ、3-3-1-3ですね、翔吾選手。さあ、得意のパラメーター振りで挑むようですが、さあ、ここで上さん選手のジャンピングシールド。さあ、翔吾選手はシールド展開できているうちにどれだけ点を重ねることができるのかが勝負の鍵だと思うんですけれども、さあ、まだ点はどちらにも入っていないという状態です。さあ、上さん選手はまずシールドを壊そうとしているところですかね。さあ、相手を牽制しつつもシールドを壊していこうと。さあ、まだ1点も入っていない状態で、さあどっちか、おっと、ここで翔吾選手が1点リード。さあ、上さん選手追いつくことができるか。さあ、焦らずとじっくり攻めていきたいところですが、さあ、時間がない。さあ、ここで決めた。さあ、このままいいですね。さあ、ただ翔吾選手はシールドがもうない状態で、攻撃力的には圧倒的に上さん選手が有利ですが、さあ、残りシールド、残りライフは上さんが少ない。さあ、1枚削って、さあ、さあ、決めた。さあ、勝利したのは上さん選手。翔吾選手は惜しくもちょっとシールド残ってる時にもう1点ぐらい取ってきたかったっていうところですかね。いや、すごかった。最後決めました、ね、はい、決めました。負けっぱなしだったのでちょっと仲間を倒せてよかったです。いや、いい戦いでした。ありがとうございます。さあ、第2ブロックの最終戦です。シュン選手 VS カブトミ選手。シュン選手はここまで2勝2敗、カブトミ選手は、まず全勝ですね、4勝0敗。これカブトミ選手が勝利すると全勝ということで、1位通過決定ということですね。さあ、シュン選手は現在全勝中のカブトミ選手相手に土をつけることができるのか。シュン選手もすごい、あの、筋がいいといいますか、いい動き、いい試合しているので、この試合もいい試合できるんじゃないかなと思うんですけども。さあ、シュン選手 VS カブトミ選手です。さあ、シュン選手がシールドを張っていきます。さあ、パラメータ的には4-3-2-1、カブトミ選手が3-3-3-1ですね。さあ、いい試合ですね。ライフ残り枚数が1枚ずつ。さあ、先に落としたのはシュン選手ですね。さあ、ここで4枚抜き、うまいですね。さあ、なかなかカブトミ選手は最後の、シュン選手の最後の1枚が抜けない。さあ、シュン選手はタイミングを見計らって一気に、さあ、ここで落としていく。さあ、強いですね、3-0。さあ、シールドを展開しようというところで、さあ、なかなかシールドが出せないでいるかな。さあ、ちょっとシュン選手は球出せないかな。さあ、ただ逃げ切って勝利したのはシュン選手ですね。さあ、カブトミ選手は全勝とはいかず4勝1敗という結果でしたね。さあ、これで予選ブロック、全て終了しまして、今から決勝トーナメント、進出者の、発表になります。
まず発表したいんですけども、決勝に出場します。まず第一ブロック。第一ブロックの第二が。第1ブロック2位通過したのはそしてチーム糸和から社長選手ですが、第1位が佐藤選手です。ああそして1位通過したのは佐藤選手、第1位2位ともチーム糸和からですね。強いですね。これが珍しいことが起きました。1位が実は並んじゃいました。勝利数、得失点差、その得点、全部一緒なんですよ。すごい珍しいことなんです。なので、まあ、ちょっとずつこの場合、直接対決で勝った方が勝ち、ね。なので、まずこの場合、第2ブロックの2位が、石川選手。あ、第2ブロックはですね。そして、第2ブロックの1位が、カブトミ選手。2位通過が石川選手、1位通過がカブトミ選手ということですね。第2ブロックは1位2位ともに8点得失点差一緒で、直接対決の結果で1位がカブトミ選手という形になりました。また、負けた者同士で僕は3位決勝でも、そして今日の1位決勝を決めた。決勝トミの意気込み。いや、スプリングのビギナーズも B ブロック全勝で抜けてマックスファクターにトーナメント1回戦でやられたん で、 そうです、ね、同じ感じなんで今回はちょっといや、それの再現をそれを下げさせないようにしたいと思います、まあ、どうせその再現になります。見ててください。はい、頑張りなさい。どうでしょう、決勝を進出して。はい、まずうちのリーグでカブトムシ谷に負けまして2位通過なんで、そのリベンジを果たしたい思いと、あと他のリーグでマックスファクターの2人が糸丸さんに1位2位通過で許しているので、その2人の分も優勝を目指して頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあどうでしょう。はい、決勝ですか。そうですね、ちょっと予選の最後の試合ちょっと体力切れでちょっと負けてしまったので、ちょっと決勝始まるまでの間に臨みたいと思います。はい、はい、頑張ります。はい、さあお待たせいたしました。まもなく、決勝トーナメント第1試合が始まります。対戦表をちょっとおさらいしてみましょうか。第1ブロック1位通過したのが、沢野選手、2位通過が、社長選手、第2ブロックの方が、こちら勝ち点得失点と同じだったんですけれども、直接対決の結果で1位通過をしたのが、カブトムシ選手、2位通過が、石川選手というような形になってます。決勝トーナメント、1回戦はですね、第1ブロック2位通過の社長選手がレッドサイド、ブルーサイドの方には第2ブロック1位通過のカブトムシ選手、この2名でお送りします。決勝トーナメントはですね、2勝した方が勝ちという形ですね。3セットマッチですね。2セット選手の試合となります。顔出した方がいいんじゃないですかね。大丈夫はい、では見事、まず第1ブロックを2位で通過しました。社長選手の方にまずは意気込み聞いてみたいと思います。では準決勝出場おめでとうございます。ぜひ意気込みの一言お願いします。ありがとうございます。うちのエースの久我が決勝リーグに出れないというちょっとアクシデントで想定外のことが起こってましたので、提案もどんなに僕は頑張ろうと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。やっぱだから外してって言ったのに。で、今、サーモさんが来ました。はい、ありがとうございます。頑張ってください。じゃあ続きまして、カブトムシ、試合を出して意気込みをお願いします。相手が伊藤さんという芝
バイスの方たちなので、いい記事を書いてもらえるように頑張ります。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、いよいよ決勝トーナメント1戦目、社長選手 VS 株富選手。それではお願いします。まずは第1セットですね。さあ、スタートです。さあ、先手取っていくのはどちらでしょうか。さあ、社長選手はさあ、いきなり KO ですね。さあ、1対0。パラメータは両者とも3-3、3-1ですね。さあ、社長選手のライフ残り1枚、カブトミ選手は打ち抜くことができるか。さあ、寸前のところでかわしていましたが、さあここでヒット1対1同点です。さあ、カブトミ選手はしっかりとシールドを展開してチャージをしていくと。さあ、かなり熱戦でした。いいですね。連続攻撃でカブトミ選手はリードを奪いました。さあ、ただ残りライフが1枚で、さあしっかりとカブトミ選手はとどめを刺していく。さあ、うまい、いいタイミングでシールド展開して、さあただ1点差まで追いつく社長選手は、さあ最後挽回できるか、残り10秒。さあ、社長選手残りライフ1枚で追いつくことができるか。さあ、カブトミ選手いいですね、最後身を挺して、あ、最後の素晴らしい動きでしたね、最後さあ、1本目は1点差でカブトミ選手が逃げ切ったという形ですかね。さあ、ただ社長選手も非常に、食らいついていい戦いしていたんで、ちょっと2セット目からですね、だいぶ体力勝負のところも出てくると思うので、どちらが体力温存できているのかというところですね。ここが大きな鍵を握ってくると思います。お願いします。さあ、社長選手 VS カブトミ選手、さあ2本目です。さあ、お互いライフ2枚削り合って展開ですが、さあどちらが外目をさせるのか。さあ、しっかり距離をお互い取って避けながら攻撃をしていますが、さあ、カブトミ選手は1本選手、さあ前に出てくるところを狙われた形ですかね。さあ、シールドをうまく使ってライフを削っていきますが、さあ、社長選手最後の1枚出せないか。さあ、カブトミ選手はちょっとパラメータ変えてきてますね。2341。さあ、球数をちょっと重視してきたカブトミ選手ですが、さあ、1-1で残り20秒を迎えます。さあ、残りライフお互い1枚ずつですね。さあ、どちらがとどめさせるのか。さあ、球数多いですね、カブトミ選手。ただかいくぐって、さあここで1本。さあ、球数の弾幕によって1本取った感じですかね。さあ、ここで最後カブトミ選手が逃げ切って、セットカウント2対0でカブトミ選手勝利です。さあ、見事カブトミ選手が決勝に駒を進めました。決勝進出はカブトミ選手、おめでとうございます。準決勝進出おめでとうございます、両選手も。じゃあまずはですね、第2ブロック B2 の石川さんの、まず意気込みの方を一言お願いいたします。決勝進で勝ちに行こうと思います。はい、ありがとうございます。シンプルイズ
ベスト。シンプル。はい、ありがとうございます。それでは、対しまして、サンド選手の一言お願いします。相手がなんかいろいろステーフリーいじってくるタイプなんで、僕は3-3-3に行きます。手の内を明かすと。なるほど、これは楽しいですね。さあ、それでは準決勝期待です。よろしくお願いいたします。さあ、それでは、両選手、整理させていただいて。では、少し声をお願いします。はい、ではただいまより30秒計測を開始いたします。それでは、お願いします。さあ決勝トーナメント2戦目、山本選手 VS 澤野選手、さあスタートです。さあ気になる山本選手のパラメーターですが 3-3-2-2 ですね。 3-3-2-2 できました。さあここでオンマイ抜きですかね。澤野選手がしっかり取ってきて、しかも立ち上がりもしっかり狙ってきましたね。さあここで打たれた。さあシールド、これは2枚目ですね。家本選手シールド展開している間に差を詰めていきたい。さあ1点返して1-2。さあシールドの横から狙っていこうというサンド選手ですが、さあシールド展開できている間に、さあ返した2-2。さあ最後のシールドを出して、この間に点差を広げることができるのか、イエモン選手。さあこれは目論見通りですね。シールド展開中にしっかりと点を取っていきますが、おっとここでお互い1ポイントずつ奪い合って4-3。さあ澤野選手は追いつくことができるか。さあ最後の4枚抜き可能か。さあできない。ここで4-3で1本目取ったのが家本選手。4-3でレッツセブン石川選手の勝利です。おめでとうございます。さあ澤野選手はちょっと悔しいですね。さあ2本目に向けてどうやって修正していくのか。さあ決勝トーナメント2戦目、1本目選手したのは家門選手。さあ第1ブロック1位通過のサード選手が2本目取り返すことができるのか。さあ始まります、家門選手 VS サード選手2本目です。さあ両者シールドを展開していきます。さあパラメータは先ほど第1本目と変わらず 3-3-2-2、サンド選手が 3-3-3-1 という展開ですね。さあ家門選手としては第1試合目同様シールドを展開している間に点を取っていきたいという作戦ですね。サンド選手は逆にシールドを破壊して後半勝負していきたいという展開になると思うんですけども、さあ澤野選手としてはこのシールド早めに壊していきたい。さあ点数は1-1ですね。さあ最後のシールドを展開しました。澤野選手は横からではなくてできれば壊していった方がいいんじゃないでしょうか。さあここで壊した。さあ壊した瞬間点を取って2-1。さあ家本選手はここから足を使って低い体勢で勝負していきたい。さあ1点取り合って2-3。さあ家本選手追いつくことができるか。さあ前角の位置を使って、さあ追いつけず。さあ2本目取り返したのは澤野選手。さあ先ほど1本目と似たような展開にはなりましたが、若干の差で澤野選手が取り返したという形ですね。さあ決勝トーナメント2戦目最終セットです。家門選手 VS 澤野選手。さあこの戦いに勝利した方が決勝に進めることができます。さあパラメータは変わらずですね。 3-3-2-2 澤野選手が 3-3-3-1。
さあ、ここで4枚抜き、1点先取したのは山本選手。さあ、ここでシールドを展開してしっかりとチャージをして次の攻撃に備えます。さあ、サンド選手としてはちょっとここで点取られてしまいましたが、さあ早めにシールド壊して後半につなげたい。さあ、いいですね、シールドをうまく使って山本選手が、さあちゃんと逆サイを取って逃げながら攻撃をしていますが、さあここで1点返す。さあ残り15秒。さあ挽回できるか。おっと、ここは痛い、これは痛い失点ですが、4対1。さあここで1点返す、4対2。さあこのまま点差で終わるか。さあここで終了。さあ3本目制したのはイエモン選手、マックスバッターのイエモン選手が決勝進出です。一番下げたかったことなんで、めっちゃテンション低いですけど、頑張ります。はい、じゃあそれでは、どんどん勝ってください。いや、まあ、見てもらえれば分かると思うんですけど、もう疲れて顔色悪いんで、さすがに勝ちたいなと思います。はい、じゃあちょっとか関係なく頑張って、はい、行きましょう。さあ、決勝戦の前に、3位決定戦ですね、行われます。くしくも同じチーム、いとわず同士の3位決定戦となりました。さあ、社長選手 VS 沢野選手、3位決定戦の1本目です。さあ、スタートしました。さあ、予選のリーグではですね、サード選手は、勝ってるんですけれども、この3位決定戦ではどちらが勝つでしょうか。ステータス的には3-3-3-1、同じですね。さあ、サード選手は避けながら、さあここでヒット、 KO を先に取ったのはサード選手。さあ、先ほどですね、サード選手準決勝で戦ったばっかなので、体力面でいうと沢野選手が若干不利かもしれないですね。さあ、残るライフが1枚ずつになって点がなかなか動かなくなってきましたが、さあ止めさせるのはどちらだ。さあ、ここで KO したのはサード選手。さあ、社長選手も1点取り返して1対2。さあ、追いつくことができるか。さあ、ここで1対3、最後に1点を取って1対3で1本目取ったのはサード選手。さあ、2本でサード選手は決めることができるのか。はい、終了です。それでは、まあ、3位に入ると賞金が出ますからね。2本目いきたいと思います。それではお願いします。非常に大きいと思いますが、さあ2本目どちらが勝利するのか。社長選手 VS 沢野選手、3位決定戦2本目スタートです。さあ、若干社長選手、これは球のスピードは遅いですかね。2-3-4-1に変えてきました。さあ、KO を取ったのは沢野選手。もう2本取ってますね。さあ、ちょっとこのスピードで沢野選手を捉えることができるのかどうかというところですが、やはり沢野選手
はしっかり見て避けてますね。なかなかスピード2だとうまく球をこう置いていかないと避けられてしまいますね。そうですね、やはり前に出ながら打つとかを、しないとスピード2だとなかなか当てるのは難しいかもしれません。一方サード選手は相手の残りライフ1枚を慎重に狙っている形ですが、さあここで捉えたのは澤田選手。さあやはりスピード2ではなかなか澤田選手捉えることができなかった。さあ2本目も取ったのは澤田選手ということで、範囲になったのは澤田選手です。おめでとうございます。なんとなく動きわかるんで、大きさは大体動きわかるんで、まあ、大丈夫だと思っておりました。はい、見事3位獲得おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、いよいよ決勝戦です。レッドサイドは、カブトミ選手、ブルーサイドが石川選手ですね。起動します。はい、長かったですが見事ところで来ました。ついに決勝戦でございますよ。ビッグマスカット決勝戦、初のワンオンワン大会での決勝戦です。ではまずはカブトムシさん、意気込みをお願いします。私が相手の石川さんとは結構何回か練習したりする機会があったので、手の内を試合というような気がするのでちょっと怖いんですけど、せっかく決勝に来たんで次回頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、それでは石川さん、先ほどの予選ではね負けてしまいましたけど、そこの不安だとぜひよろしく意気込みをお願いします。予選が負けたのがすごく悔しかったんで、今回その悔しさを晴らしたいと思います。絶対優勝します。はい、ありがとうございます。それではですね、ヒロ選手礼をしましょうか忘れましたですからね。はい、それではカブトムシ選手の VS 石川選手、本日決勝戦を行いたいと思います。では両者ともに礼お願いします。ではただいまより、さあ決勝戦、それでは決勝戦まずは1本目ですね。カブトムシ選手 VS 伊右衛門選手、さあスタートです。さあ、いきなり至近距離同士の対決ですね。さあ、シールド展開していく伊右衛門選手、3-3-2-2ですね。一方カブトミ選手1-4-4-1とちょっと珍しいですね。さあ、スピード1でうまく当てることができるんでしょうか。さあ、1点取ったのは伊右衛門選手。さあ、ここで4枚抜きされて2点先取されています。さあ、伊右衛門選手は安定したシールドを使って戦い方を繰り広げていますが、さあ、ここからカブトミ選手うまく挽回することができるんでしょうか。さあ、1点取り返す、1-3。さあ、いいですね、ここから1-4、カブトミ選手は追いつくことができるのか、やはりスピード1はちょっと厳しいでしょうか。さあ、弾幕中を伊右衛門選手がスルスルと避けつつ攻撃をしていますが、さあ、ここで1-5、1本目を取ったのは伊右衛門選手です。ちょっとカブトミ選手冒険しすぎたパラメーターですかね。さあ、決勝戦1本目を取ったのは伊右衛門選手。さあ、2本目はカブトミ選手はどういうパラメーターで来るんでしょうか。
さあ先ほどは1441とちょっとトリッキーなパラメーターで挑んできたカブトミ選手ですが、さあ2セット目はおそらく得意なパラメーターに戻してくるんじゃないでしょうか。さあ始まります。カブトミ選手対イエモン選手。さあイエモン選手がシールドを展開して下がって、カブトミ選手が小走りかかる。さあ3331ですね。さあイエモン選手は変わらず3322というパラメーターですが、さあカブトミ選手先制することはできるんでしょうか。さあ先制したのはカブトミ選手。さあここでいつも通りシールドを展開していきますが、イエモン選手もナキッとシールドを展開します。さあいいですね、カブトミ選手がシールド直後にそのままヒット。さあ点差広がって3対0。さあイエモン選手はさあ早いうちに残りの1枚を仕留めておきたい。さあお互い最後のシールドですかね、出してあってますが、さあこのままカブトミ選手が逃げ切るでしょうか。さあこのまま逃げ切って2本目を取ったのはカブトミ選手。さあこれでセットカウント1対1の同点に追いつきました。優勝の行方は最終セットにもつれ込みます。さあ決勝戦最終セット、カブトミ選手 VS イエモン選手、勝ったしました。さあこの試合勝った方が優勝となります。さあパラメーターは変わらないですね、3331、イエモン選手は3322。さあお互い得意なパラメーターで最終戦も挑みます。さあ1ポイント先取したのはイエモン選手。さあシールドが壊れて、さあここからさあしっかりと取っていきましたカブトミ選手。さあ1対1の同点。さあイエモン選手最後のシールドですね。さあ最後のシールドが壊れて、さあここからはもうイエモン選手は足を使って逃げつつ攻撃を仕掛けていきます。さあお互いライフは4枚ずつ。さあここで KO、 カブトミ選手が1ポイントリード。さあイエモン選手ここからおっとだが4枚抜き、これはちょっと痛い。さあ追いつくことはできるか。さああと1本。さあ最後最後ここは捉えることができるか、捉えられない。さあ最後逃げ回って勝利したのはカブトムシ選手。最後逃げ切りましたね。はい、イエモン選手は惜しかった。最初は止めて
強い気持ちという、ちょっと地球の中身と、もう一つ来てしまったので、やばいと思って、ちょっとサンサンサンして、頑張りました。はい、見事、おめでとうございます。はい、では、1位になりましたカブトム選手の大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、閉会式に移りたいと思いますので、皆さんここ、フィールドにお願いいたします。報酬、1万円。サイン、受賞者、あと、お呼びしたいと思います。サイン、受賞者、澤野選手、どうぞ、前をお願いいたします。カンカン、カンカンになってるから。はい、では、じゃあ、違う方向いてね、違う方向いて。じゃあ、サード選手には、こちらの、はい、1万円を贈呈いたします。ありがとうございます。はい、奥さん誕生日？奥さん誕生日で今日、結婚記念日です。これ多分、厳しい。ちょっといい肉でちょっといい肉はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さあ、それでは続きまして第2位の方を呼びします。第2位の、石川選手、前をお願いいたします。はい、では石川選手がこちら2位募集ということで2万円ですね、こちらを贈呈いたします。おめでとうございます。ビギナーズカップはですね、まだまだ、あと5回ですかね、サマーシーズンは開催しますので、まだまだエントリー枠残ってますので、ぜひとも皆さん振るってご応募ください。ではまた別の大会でお会いしましょう。さようなら。はい、お待たせしております。ありがとうございます。